今野美智子は、いやあジャンタマオ、久しぶりに起動したくなりましたね。やっぱりゲームでやると点数計算とかリーチ表示とかがあるのがありがたいですよね。実際やってたら結構見逃したり並べるの時間かかったりするのでめっちゃ助かります。で、新キャラもついに来週加入で楽しみです。以上、本の道のお話でした。